隅田川、旧安田庭園、落ち葉なきし、あ、なんかイベントありそうな BGM 泊まり方。旧安田庭園、庭園内、うん、何やら最近ここで事件があったようで、入り口が封鎖されていたが、この時間は特に見張りもなく侵入は容易だったが、が、が、おお、おお、結構見回せる、まあ一瞬、うん、わあ、おる、うわあ、え、なになに、人おる、びっくりした、え、なになに、何の話ですか。あら、どうするのか、決心ついた？チカ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 。なんで唇、唇、唇。キスするの？チュー、チュー、チュー。あなたの、え？大事な大事な、十層玉。わかられてる。はあ。そう、さっきこの庭園に侵入した際、え、敷地内にいたこの女性に背後から声をかけられた。ああ、何、ついてこられてるってこと？わあ、怖い。お待ちしてました。私、呪詛玉を持っています。突然の宣言に俺が返す言葉を失っていると、女性はこう続けた。そして、今すぐにでもあなたを呪い殺せる状態にあります。あなたの呪詛玉を渡してください。そうすれば、命までは取りません。ひとまずその場は考えさせてくれ、とだけ絞り出すように答え。そして今に至る。さて、え、美人なんですけどね、この人が山森夏恵とか。ああ、あるか。だって弓岡に呪詛玉回収させてた、うん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 、のをじきじきにみたいなさ、とか、うん、その鬼火人玉、うん、鬼火使いの可能性はあるよね。可能性もある。うんうんうん。30代くらいの女性だ。いかにも格式高い家庭で育ったような品のいい佇まいがあるが、どことなく影があるように感じるのはこういう場所だからだろうか。考えるもしてみる。周囲も一応調べていいかも。そうだね。ちょっと周りから先に。立派な庭園が広がっている。閉園しているので管理人や一般客の姿はない。敷地内には特徴的な形をした両国公会堂もあり、より日常とかけ離れた空間を感じる。はいはい、更新ページ、旧安田庭園、墨田区の管理する回遊式庭園で、大きな神事池を中心に雪見灯籠の並ぶ三柵路を歩けば、四季折々の、花木の鑑賞や野鳥観察も堪能できる美しい日本庭園。江戸湾を埋め立てながら拡大していった江戸では、海水を引き込むことで、干満による景観の変化を楽しめる潮入りの池が各地に存在したが、旧安田庭園もその一つであった。当初は隅田川の水を引いていたものの、洪水対策で、ちょっともう、漢字弱っ、不可能となり、現在は別の形で再現している。なるほど。はぁ。今、潮を引いてるってことか。だね。周囲以外は特に、まあまあ、これだけ言うな、確か。なさそうだね。考えるとかは？考えるしようか。くそ、バレていたのか、俺の行動が。俺を呪い殺せる状態にあると言っていた相手の条件をすでに踏んでいるようだ。ハッタリの可能性もあるが、
一方的に俺の情報を持っているようだし、事実の可能性は高い。うん、うかつな行動は取れないね。呪詛玉は渡せない。ならばまずは握られてる命を手放させる。呪いの条件を探る。特に相手の興味ありそうな話題で引っ張って情報を集めよう。オッケー、じゃあ話そう。あら、まだ決められないの？優柔不断な男。いや、ことの次第では呪詛玉を渡してもいい。少し話を聞かせてもらってもいいか？ええ、どうぞ。おお、自己紹介しよう。自己紹介しよう。情報は武器だ。話し合うためにはまずお互いをもっともう少し知っとこう。探偵にさっき注意されたばっかなのに。ダメ。え？やめておきましょう。だって名前なんか知ってあなたに情が湧いたりしたら殺しにくくなってしまいますもの。そうか。ええ、そうでしょ。おきいえ、翔子くんって。うん。七。七。カウントダウンやな。されてす、そうですね、これね。だから無駄な話はできひんな、これ以上。オッケー。そんな感じです。呪詛玉のこと、はい。俺の呪詛玉を奪ってどうするつもりなんだ。あなたの呪詛玉ね。再婚がとっても溜まってますでしょ。すごく。殺したのでしょ。あ、そんな言葉で知られているのか。私も手荒な真似は避けたいから。6。わあ、カウントダウンされてる。考えるとかできる？され。今ここに来た時から俺が満たしてる条件ってなんだ。こうしている今も踏み続けていること。背後に立たれるとか。今はでも正面じゃない。そうか。考えられるのは、例えば身につけているもの。今ここで俺が突然全裸になったら相手の呪詛を回避できるかもしれない。いや、ダメだ。一瞬で脱げるわけじゃない。おそらく脱いでる途中で殺される。何よこいつって。それに完全に変態だ。いや、もう人殺しが変態とか気にするな。もう十分犯罪は犯している、うん、気にしてられる状況じゃないし。うん。あるいはそれ以外だと場所が条件になっているとか。はいはいはい。ここは落ち葉なきしの呪いの条件がこの場所にいることだとしたら。落ち葉なきしってどういうやつだったっけ。いや、もともとその何し自体が落ち葉、うん、落とさんような木やから、うんうん、その落ち葉ないのは当たり前なんやけど、周りの人間が噂してみて、周りの人間がえ、うん、なんか不気味なんじゃないって言い出して、確かになんか異様な感じがするなって思ってるだけみたいな。うんうんうん、なるほど。ここにいる限りは条件を踏み続けていることになる。落ち葉なきしか。うん。その場合ももう逃げられない。敷地から出る前に呪詛行使が可能だ。一度踏んでみればわかるかもしれないが、やり直せでもしない限り無理だ。やり直せるんだよ私たち。やり直せますよ。なんか、うん、わからんけど、うん、影を踏まれ続けるとか。あー、なるほどね。そういうのもありそう。あ、やべ、こっちにセーブしちゃった。あ、まあ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 いいんじゃない。まあ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 、どうせ死んじゃうからな。一度踏んでみればわかるかもしれない。うん、落ち葉なきし。うん、不思議でもなんでもないのを忌憚として噂にしたことが、まあ不思議の不思議たりゆえんってやつだね。うん、うん、それ以外特に情報はないよな。話すしかなさそうだけど。話すしかないよな、手がかりを。うん、うん、あ、増えてる。蘇りの秘術。
再婚が目的ってことは、あんたも蘇りの秘術を求めているんだろう。比べるものではないが、どんな事情か聞かせてもらってもいいか。あら、それってあなたの事情よりも重ければ、譲ってくださるとでも？可能性はよな。うん、ああ、考えてもいい。だから話を。嘘つき。え？そんな生半可な覚悟じゃないでしょ。まあ、人を殺してるからな。三人ぐらい。うん。あなたも、私も。そんな情が湧いた程度で、渡せるかって話になるか。嘘玉渡します、うん、ってはならんよね。ならんわな。5。カウントダウンされてるよ。カウントダウンされてんのよな。もう一回100円ライター。ライターで燃やす？落ち葉なき C を。うん。やってみる？俺の命を守ってくれた100円ライターだ。うん。考える。考えよう。でなければ、先にこちらの条件を満たすには、向こうが優位な立場でありながら、この場を立ち去るのは難しいか。やはり、呪詛を使わせるくらいしか思いつかない。やばい。もうこれは、ん？呪いを受けてなお反撃できる機会なんてあるわけが。え？なんかあんのかな、うん、やっぱ善来なる、しかないのかな。来たいものを見せないで、キャーって。私この場から立ち去りますとはならんよな。ならないね。だったらもう殺しちゃえってなりそうだし。ただ消えずの暗鈍はさ、その光があるとダメなのか、クソって言ってたように、何かこの能力を、弱点があるよな、きっと。そう。消し去る何かがあるのかもしれない。ある。やし、大きい家の場合は相手が立ち去らんかったら結局意味ないから。うん。ちょっともうちょっと考える、うん、ああ、同じか。使わせるくらいしか。うん。まあ、ギリギリまで機会伺っていいのかな。そうだね。って感じはする。もう私何回セーブすんねん。でもこれしか。呪詛玉のこと、なんかもう一回聞いてみるとか。確かにチェックついてないわ。他の貸し主の呪詛玉の再婚って合算できるのか。さあ。なんかいいな、この顔。でも、試す価値は、あるでしょ？つまり、あんたは、再婚は欲しいが、自分の手を汚したくないから、他人が貯めたものを奪おうってことか。ちょっと当たり。ちょっと外れ。ん？手を汚したくないわけじゃない。これっきりで済ませたいだけ。ああ、あんま人は殺したくない。うん、自分が嫌な相手、一人だけとかね。うん。ね？いや、未亡人感すごいよな。すごいよね、なんかね。この悲壮感からね。うん。4。いや、もう、まだ話せる。うん。まだ話せるぞ。呪詛玉のこと。まだ話せる。俺の呪いの条件、あんたが先に踏む可能性もあるが。どうぞ。いや、こう強気なんがな。痛いよな。こっちがもう不安なの、隠してるのバレバレだろうな。うん、でも、踏んでいたらそんなこと告げずに行使しているのでしょ？それは逆やもん、うん、逆も言える。確かに。だってあなたのことですもの。なんでわかるの？見られてた、やっぱり。あ、くそ、まさか知ってるのか、さっきの学生のこと。いや、しかし、もしこっちの条件まで知ってるなら、それを隠す必要はないはず。なぜなら俺の条件は、把握していたら絶対に自分から踏まないからだ。うん。だから、まだ知らないんだ。チャンスはある。
ねえ、勘違いしないでね。何がだ？すぐにあなたを殺さず、こうして話をしているのは、私の気まぐれ。いや、気まぐれじゃない。カウントダウンしないとダメな呪いなんだろうなって感じだけどね。最初から対等に交渉できる立場じゃないってこと。あ、3。だからその人と交わした会話の数とか。蘇りの秘術。また聞けそうな感じはするよな。ジュソ玉、どっちかやな。蘇りの秘術。一回蘇り聞いてもいいかも。あれ？息子がね。え？今、小学校6年生なの。生きていれば。息子の方か。亡くなってるのか。最高学年になったら、小さい1、2年生の面倒を僕が見るんだ。正義感と責任感の強い子だった。渡そうや。渡そう、キエ。渡そう。いじめられてる子も放っておけなくて。すぐにかばうんだけど、喧嘩は点で弱くてね。いい子すぎるやろ。渡そう、キエ。よく泣いて帰ってきたんだけど。でもそれは、助ける力がない自分のことが悔しかったのね。いや、これで自分が悔しいって思えんの。いや、できた子やで。渡そう。強い子だな。もうさ、あげたくなっちゃうな、私だったら。陽子さんより、その子生き返らせようや。将来は、警察官になるんだって。向いてる。わかった、わかった。もう情が映ってきただろ。渡せばいいんだろって。もういい。あら、もういいの？ああ。そんな話をされたら、こっちの覚悟が変わらないことが申し訳なくなる。変わらないんだ。まあ。だから、言ったのに。に。何が正解なんですか？まあ、使わせるが、ほんま正解なんか、っていう感じはするけど、ジソ玉、もうちょっと話せるかな。話せるかな。本当は殺せないんだろ。さっきからの、妙なカウントダウンもそうだ。ただの脅しだ。俺は脅しには屈しない。だからここは一旦諦めて。だったら、試してみればいい。あと2回。数字を告げさせてみればいい。1。怖い！怖い！怖いなぁ。え、もう、ジュソ玉聞こうや、ジュソ玉。ジュソ玉にしようか。この話は、もう終わり。終わりだ！ゼロ。死ぬのか。どうなる？残念ね。え？ここまでってこと。死ぬのか？ああ、なんかすごい。さよなら。燃えてるね。燃えてる。あ、びっくりした。何？ああ、熱い。火が熱い。
焼け。そうか、あれか、あれを持っていたせいか。持っていたせい。あいつ、そうか、あいつが俺をつけて。はあ。くそ、今さら分かっても。なるほど、私たちはやり直せるんだよ。なるほど。なんだよ、ライター、ライター持ってるからそれでいいって。なるほど。おいおいおい、なんと、どうやら地獄の番犬様、いやいや失礼いたしました、ケルベロス様の望まない結果に進んでしまったようですね。ちょっと久しぶりだったから油断したな、案内に。ですが今回はこれでようやく条件が分かったのでよしとしましょうか。リヒタと長い付き合いになるって言ったのに。俺がさ、いやお前とは長い付き合いになれそうとかさ、こいつはしばらく関わりそうって言ったやつ。みんなすぐ死ぬ。すぐ死ぬというか、すぐなんか裏切る、裏切るというか、なんかそういうのを引き寄せる力ありそう。俺、死神め。ご安心ください、夫人との会話からいくらでもやり直すことができますから。このシステムは何なんだろうね。この案内人はどうして私たちにやり直しをさせるんだろうね、うん、理由がわからんよな。うん、やり直しますけど。かしこまりました。戻ったら対処を忘れなく。どう対処するんだ。ただし、お家将吾はこのことには気づきようもないはずですから、あなた様が対応してくださいませ。まあそうですよね、対応してくださいませ。はあ、ははあ、まあ出会うところからかな、かな、うん、一応まあ見といて。同じだね、同じだね。で、ドーンってなるはず。ドーンって。出会ってから。ドーンってなる。ドーンって。ドーン、あ、いた。ドーンなんだか。あ、もう話すとこからか。持ち物。まず持ち物。100円ライター。うん。俺さっき私調べたのに。捨てるってある。捨てれなかったもん、最初。あ、でも一回死ぬことが条件なんやろな。なるほどね、ぽい。え？このライターを捨てる？どうして今そんな気になったんだ？いいから捨てるんだよ！ぽい。よくわからんが、でいい。100円ライターを、投棄いたしました。え？あ、俺女性ちゃうわ。ああ、私や。今、あなた、何したの？どうして？なぜ急にライターを手放したの？え？いや、なんとなく、そんな気になって。うわ、すごい顔！どうして？どうしたんだ、あのうろたえようは。まさか、あのライターが条件だった。拾わせたんか。ああ、そういうこと！あそこに落としてんのはさ。うんうんうん。え、なぜ？なぜ俺は？どうして？ちなかし。息子ちゃん。今ですよ、ケルベロス様。さあ。まあ、おさずとも、使わせていただきますが。多分、会話進めても多分。そんな感じはするけどな。進める。あ、待て、使います。そうだよね。そんな、俊一。赤井さん、俊一くん、25% の再婚を追加いたしました。ってことは残り何パーセントですか。36、25、31、26、36、8% です。あと 8%? うん、だって67やん。31、36で67に25足して92。あと 8% です。あら、
早いね。そんなサクサク進んじゃってええんかいな。一日で終わらせようとしてるからな。うん。両国橋行こうか。あの探偵結局ね、逃げてんじゃない？逃げてんじゃない？うん。お、わしやるか。いや、ちょっと失礼するよ。ああ。突然呼び止めてすまないね。一つ尋ねたいのだけど、いいかな。君は、貸り主かい？何？お、足だけ。あ、これあれか。足洗い。あ、いや、足洗いは違う。四肢切断されたあの、おときの、あ、お母ちゃん、おこまおこまのやつ。おこまのやつじゃない？おこまのやつは、これだ、片鼻の足。片鼻の足、うんうん、これ。これだ。おこま。おこまか。なるほど。止めぞうか。止めぞう。君は止めぞうかい？呪霊。呪霊見といていいんじゃない？うん。先に呪霊見よう。これは、こいつの呪霊か。だけか。ここにかかっている大きな橋が両国橋だ。ここを渡って川を越えると、中央区の日本橋、馬喰町方面につながる。馬喰町、へえ。はい。隅田川にかかる多くの橋の中でも千住大橋に次いで古い橋。1657年に江戸の6割が消失したと言われる明暦の大火が起き、火事から逃れようと隅田川で多くの人々が溺れ死んだため、江戸の復興計画の一環として架橋が行われた。当初は大橋という名称であったが、江戸時代以前は隅田川が武蔵の国と下総の国の境であったことから両国橋と呼ばれるようになり、後に正式なものとなった。橋の両岸に日よけ地として広麹が作られると、やがて、高校などが行われる盛り場として賑わいを見せるようになっていった。その後、関東大震災後に今の橋に架け替えられ、現在に至る。なるほど。だからもともとここに橋がなくて、そこで火事から逃げようで溺れた人が多いから、それを避けるために橋を架けた。うん、なるほど。かな?これちょっとよそ見していいかな？大丈夫かな？まあ大丈夫やろ。あ、周囲があるね。この辺りに片鼻の足が生えていた、片歯堀という脇堀があったらしいが、現在はその痕跡すらも残っていないようだ。ふむ。お？怪しいね。おれ囲まれてんの怪しいね。そうだね。後ろの女性からかな。オッケー。先に、うん。あれセーブしたっけさっき。してない。してないね。はい。あ、でも変わんないんだ。でもパート2やねんな。うん。じゃあ女の人から。気になるけど。うわ、あんたいつもに。美人。あ、私のことはどうぞお構いなく。いや、カップルやろ、お前ら。ほらほら、ゆうたろうくんが話をしたいそうですよ。早く答えないと。あれになっちゃいますよ。いや、これせかすのもなんか条件なんじゃないの？あー、うん、チェックついちゃったな。うん、まあ話せることはないけど、なんかゆうたろうくんらしい。似たようなセーター着やがってお前ら。こいつ自ら貸し入れ主であることを明かすとはどういうつもりだ。いや、嘘なんじゃない？こいつが貸し入れ主じゃなくて、あの女の子。そう、女性の方が貸し入れ主やった。ありそう。それでも先に条件を踏ませる自信があるのかもしれない。要注意だ。ここは何と答えるべきか。なんだそれ。やっぱそうなるよね。、うん、なんだそれは。なんだそれは。返答が遅い。え？それに今僕の後ろに呪霊が現れた時目を向けただろう。確信した。君も、貸り主だね。隠しても無駄だ。というか、隠せてないよ。あったわいい。
メガネ食い。俺はお前を試したんだ。食い食い食い。よく俺が目をそらしたことに気づいたな。ああ、その通りだ。そうか。素直に認めてくれてよかった。まずは落ち着いて話がしたいからね。じゃあそこのカフェにでも行こうか。カフェやってないよ。牛蜜時よ。僕の名前は、波垣雄太郎。呪詠は、足洗い屋敷だ。よろしく。足洗い。いや、これ嘘ついてるって。あれ？俺は嘘ついてると思うけどな。嘘かな？どうかな？貸し主の青年、波垣雄太郎。後ろの子ここって、うん、だってさ、ここじゃないところ、消えずのアンドンのところが、うん。あの、足洗い屋敷か消えずのアンドンでって言ってたもん。そうだね。ここ片刃の、あ、違うわ。片刃の足？片刃の足やもん。だよね。うん。だから足洗い屋敷は多分こいつ嘘ついてるって。だね。まあ足しかないからな。両国橋。でも、樹影足洗い屋敷なんか。そうだね。後ろの女性が片刃の足かもしれん。あー、あり得る。二人とも、二人、かしり主？の、可能性。はいはいはい。自身が貸し主であることを隠さず接触してきた。でももしお互いがカップルやとしたら、うん、なんかその生き返らせたい人物を失ってるっていう点では矛盾しちゃう。うんうんうん。感じはする。なんか愛しい恋人を失ってしまったから生き返らせたいみたいな目的があるんやったらわかるけど、うん、この男女の関係性も今のところつかめへんから。確かに。っていうか、あれなんかな、あの、蘇りの秘術をみんな求めて、やっぱ歩き回ってるってことで合ってんのかな、認識は。じゃない、うん、みんなそうやと思っていいけどな。うんうんうん。話だと？僕は目の前にいるのが貸し主だからって、問答無用で呪詛を行使するほど野蛮じゃない。君も、愚かじゃないならば、そうしてもらえると助かる。メガネ食い。ここは従っていい気はするな。まあまず情報は欲しいよね。うん、懐に入り込む方が。うん、わかった。わかった、いいだろう。話を聞こう。ありがとう。さとい判断ができる相手でよかった。さとい。君もさといって言うんだ。さといからな。あー、波垣雄太郎。波垣雄太郎。女は変わらず。女は女。うん。じゃあ、調べるとこから？俺よりも若そうな男だ。大学生くらいか。大学生ね。物おじしない堂々とした態度だ。さぞかし自信があるのだろう。ふんふんふん。まあ、先に考えようか。うん。貸し主同士で話したと。どういうつもりだ、この男。はぁ。話ってのは？ああ、単刀直入に言おう。僕と、手を組まないか？手を組む？再婚集めるのにか？ああ、君も蘇らせたい人がいるから、仕方なく呪いの力を使うのだろ。ああ、やっぱそうか。だったら、一人で一人分を集めるよりも、二人で二人分を集める方が効率的だ。ちょっと考えればわかるだろ。分担できるし、呪いの条件も2種類が使える。でも、貸し主を殺した方が、再婚溜まるんだよね。溜まりやすいんですよ。うん、協力か。考えてもいなかったが。呪詛玉に集めた再婚は再分配できるのか？それが最低限の条件な気がするが。だから、まずはその検証からだね。それも二人じゃないとできないから。そうか。話にならないな。本当に？な感じはするけど。まあ、試してみるのはありな気はするけどね。でも奪われそう全部。なんか、その確信得てるから協力しようみたいなのはわかるけど。その確証も得てないのに。うん。話しかけに来るのは結構無茶じゃないって思っちゃう。うん。だし、それをしたいんだったらもうちょっとその、後ろにいる女性のこととかさ。そうそうそう、うん、教えてもらう必要はある。教えてくれてからじゃないとね、セーブしますけど。協力はできひんかな、うん。こっちが知らんことが多すぎるというか。そうだね。話にならないな。
悪いが、そこが不確定では話に乗るわけにはいかない。あー怖い。検証中に持ち逃げされる可能性だって拭いきれない。目かぶられちゃって、眼鏡食い、こちらあさといですからね。そうですよ。いや、そこは信じてもらうしかないな。一人で集めるのも難しいだろ。いや、難しくないけどな。もう 90% ぐらい集めてるからな。92% だ。ん？何がだい？俺の自殺玉の今の再婚の量だよ。言っちゃうの？はぁ？それ本当か？どうやらあんたとは覚悟も行動力も違うようだ。俺は一人で集める。強力な話はなかったことにしてくれ。そんなこれ後ろの女性ずっと気になるのよな俺。うん、そんなん聞いて逃がしてくれるわけないだろうこの人たち。うん、なんだと。そんなハッタリでこっちがひるむと思ってるとは。メガネ食い。そうか。残念だよ。話をする気がないならば、仕方がない。せっかく生き残れるチャンスを、自ら棒に振ってしまうとはね。何？ありゃ、条件踏んでた？なんだ？これは呪霊の声？僕の足洗い屋敷は、七不思議の中でも特に強い恨みの記憶を持っているのだ。耳を塞いでも聞こえてくるだろう？この呪霊の声を聞いたら、もうジエンドだ。すぐ死ぬやん。へえ、足洗い屋敷で会ってんのか。だね。大きい家正午、死亡。すぐ。今日2回見るな。なんと、どうやらクルベロス様の望まない結果に進んでしまったようですね。いやー、そうみたいではないに。これは私の勝手な推測ですけど、あなた様にはあなた様にしかできない呪詛の回避方法があるのではないかと。何を言っているんですか？ご安心ください。あなた様なら波垣青年との会話から何度でもやり直すことができますから。俺わかった。なんだい、はい、俺はわかりました。分かった。これすごいわ。これはめちゃくちゃスッキリした。わかった。私は頑張るわ。かしこまりました。術を発動前に対処を忘れなく。なるほど。うん。ただし、お気に正午はこのことに気づきようもないはずですから、あなた様が対応してくださいませ。はーい。俺はこれすっごいスッキリした。ほんとに？うん。めちゃくちゃおもろいわ、これは。えー？いいよ、この話には乗れないなところまで話進めていいよ、全然。オッケー。おうおう、担当直入。担当直入よ。手を組もうぜ。はい。いいだろう。まあ、この辺で、話にならないなで、うん。選択肢は正解。あ、そうなんだ。うん。選択肢は正解です。なんで？ちょっと待ってよ。なんでそんなわかるの？俺はもうとっくに気づいてる。いや、これ、俺は口に出して言いたいな。俺はわかってるっていうことを。声。知らしめたいな。声を聞いたらダメなんでしょ？うん。声を聞いたらあかん。え？思い出せよ。え？このゲーム始まってさ。うん。最初に、あれ？この機能っていんのかな？みたいな。話したくない？この機能っているのかな？うん。思い出せ？やば、私、この動画編集してるのに。思い出せない。なんなら、一回やってるからな。それのくだり。え？あ！やばい！誰が喋ってる？誰が喋ってる？このゲーム。これ。すごくない？すごい！ボイス音量。やばい、これでもそしたらズッキー喋れなくなっちゃう。はい、その機能だけは下げないでください。お願いします。こういうことか。
ズッキーのボイス音量だけこうしといて。あ、そうそうそう。うん、そうしとけば、俺は喋れるけど。うん、で、他それを下げちゃうと、もう。ねちょっと待って。だから、ボイス音量ゼロの間は一人で頑張ってほしいな。わー、なるほどね。じゃあ、ちょっと、行かせていただきまして。ボイス音量をゼロにするんだ。話にならねえな。悪いが、そこが不確定では話に乗るわけにはいかない。検証中に持ち逃げされる可能性だって拭いきれない。そろそろ喋ってほしいな、メガネ食い。いやー、そこは信じてもらうしかないな。一人で集めるのも難しいだろ。 92% だ。ん？何がだい？俺の呪詛玉の今の最高の量だよ。はは？はぁ？え、それ本当か？どうやらあんた、いて、どうやらあんたとは、覚悟も行動力も違うようだ。俺は一人で集める。協力の話はなかったことにしてくれ。なんだと？そんなハッタリでこっちがひるむと思ってるとは。そうか、残念だよ、メガネ食い食い食い。話をする気がないならば、仕方ない。せっかく生き残れるチャンスを、自ら棒に振ってしまうとはね。何？僕の足洗い屋敷は七不思議の中でも特に強い恨みの記憶を持っているのだ。耳を塞いでも聞こえてくるだろう。この10円の声を聞いたらもう G エンドだ。聞こえません。くっ。声なんて聞こえないが、ちょっと、あの、今あげたらどうなりますかね。そろそろズッキーに喋ってほしいですけど。今あげたらどうなっちゃうんだろう。まあまあいいか。私も気になりますよ。あ、じゃあちょっと。今ボイス音量上げたらどうなるのか、私気になりますよ。気になりますね。案内人が喋ってる。さあ、キロビルス様、やってみてくださいませ。ええー何？そんなバカな。しかし、確かにあいつは無事だ。どうなっている？どういうことだ？おや、うまく回避できたようですね。そうですね。よかった。お帰り、案内人とズッキー。俺もよくわからないが、あいつの呪いの条件は達成できてないようだな。いや、二人実況で一人でやるってこんなに心細いものだと思わなかった。最初から一人でやるって決めてたら全然大丈夫なんだけど。うん。一人一切喋らんくなったから、ボイス音量ゼロにしたんだからな。うん、怖かったー。これはチャンスだ。波垣、お前の呪いは俺には効かない。今日は特別に見逃してやるから、とっととここから去れ。くっそー。だったら、勝手にやらせてもらうぜ。絶対、後悔させてやる。今後悔しろ。その点、選択を取ったことは今後悔しろ。ゆうたろうちゃん、バイバイ。うわぁ！何か。女性どっか行ってるし。女の人いなくなっちゃった。あ、消えてった。20%、 あれ？ってことは 112% になった。こんな簡単に集められちゃっていいのかな。簡単ではないか。何人も殺してるわ。助かった。うまく最後の細工も手に入った。偶然か、相手の条件がなぜか効かなかった。うふふ、これならいける。俺にはきっと何かついてる。俺たちがな。ケルベロスがついてるぜ。里奴らがついてるから。そうだぜ。里ケルベロスが。そうだ。呪詛玉、今のでかなり溜まったはず。お。なんだ？あー！ストーリーチャートが解放されました。待って、今、大きい死なん
かった。おきえ翔子の死亡。おきえ？どういうこと？あんなに。どういうことだってばよ。ああ、物語の途中ですが、ここでストーリーチャートについてご説明いたします。今までの全部もう。チュートリアル？さあ、はい、もしかしたら、うん、100% を超えたらあかんとかあんのじゃね？だから、殺す相手を選ばなあかんとかさ。なるほど。ありそう。ストーリーチャートに入りますと、このような感じの画面になります。はいはい。こちらで今回の物語全体の構成を把握していただけるだけでなく、なんと過去のストーリーをやり直して異なる分岐ルートへ展開させることも可能なのです。ああ、だからあれだ、私たちが呪詛行使スルーしようとしても今回は無理だったんだ。なるほどね。うんうんうん。まず最初のルート決まってた。持ってたのかな。え？持ってた？いやどうなんの。殺したのが沖家みたいな話。ああ。ようこう自分の意思とは関係なくみたいな使ってた可能性とかもあんのかな。なるほど。だってこれだって明らかに、うん、陽子さん死んでる分岐ルートやん。だね、死なないルートもあるってことに見えるよね、これね。うん。はあ。素晴らしい。まさに今の大きい証拠が求めていた力と言えましょう。その通りですな。こちらのストーリーチャートは本来であればあなた様が自由に使える機能だったのですが。うん。都合によりここまではロックさせていただいておりました。とりあえず1個のルートを完成させないとそのルート遊べないよみたいな、うん、かな。うん。これ以後は物語の区切りごとに一旦ストーリーチャート画面に戻りますので、はいはい、次にどの話を進めるのかはその都度ご自身で選択をお願いします。はい。ゲームの遊び方。なるほど。あ、これでストーリーチャートについて。あ、メニューのストーリーチャート。なるほど、なるほど。まあ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 、やってればわかるだろう。ところで、こちらのストーリーチャートで過去に戻って行動をやり直すにあたり、うん、どこで何をすればいいのかお分かりでしょうか。わかんない。え？お分かりですよね。そのために、ここまで頑張ってきたわけですから。ああ、その、陽子ちゃんが死ぬか死なないかのところってことかな？ところかな。ああ。福永陽子が何をトリガーにしてあのように死ずることになったのか。そう、そこね、謎のままだもんね。ここまでにも何度かやってきたので、もう大丈夫ですよね。それを行わなければいいのです。呪詛行使しなければいい。呪詛行使か。ただ先ほどのライターや声の件と同様に沖家翔子自身はそのことを知る由もありませんが、うむうむ。あ、ちなみにですけども、はい、沖家翔子がここまでに何人の人を呪い殺してきたか把握されていますか。これちょっと数えよう。数えよう。弓岡、うん、殺して、暗闇のやつ、うん、で女子高生。女子高生で、あの、未亡人。未亡人。で、波垣。さとい波垣。波垣。5人やけど、陽子さんを入れたのであれば6人が。6人。うん。ただ、まあ6がないから。まあ最大5人。5人じゃない？ほうほう。なるほど。なるほど。そのように捉えていらっしゃるのですね。まあどれ選んでも多分不正解かもしれんな、これ。うん。ちなみに正解は6人です。2か、え、2人です。嘘。2人。あ、え、あ、まあ、確かに呪詛行使をしたのは私スルーしてるよね、一応。スルーした呪詛行使もある。うん。けど、弓岡の時は使った。使った。波垣も使った。波垣使った。未亡人使ってない。女学生使ってない。暗闇は？暗闇は、
使った。あれ？じゃあやっぱり、あれだ、自分の意思とは関係なさそうだ。うん。二人なんか。なるほど。他に誰かが手を汚している。可能性？いやとしたらでも、呪詛じゃなくて、サイコン溜まんのおかしくない？なんでサイコン溜まったんだ？え？沖井翔吾の意思では二人。はあ。残りは、その、呪詛が勝手にやったみたいなさ。え？あのルーンかな。どうなの？つまり、そういうことなのです。どういうことだってばよ。二人か。はあ。それでは、ストーリーチャート画面から物語の続きをお楽しみください。いや、まだまだ謎が深いぞ。はぁ。たまりますね。なるほど。まあ、ここからやり直せってことですね。そう、パート2のところから、やり直せってことよな、うん。ことですね。まあ、そのとこでいいかな。はぁ。おもろい。おもろ。なんにもわからんけど、まだ。いやでもボイス機能とかさ、マジですごかったわ、うん、いやー、あそこでやりとりしてたのがでかかったな、なんか。でかかった。そう、ズッキーから言われて初めて、はぁーって。気持ちいいね、あれね。あれ、俺一瞬で気づいた、マジ気持ちいい。すごいよ、それ。聞かなければいい。あ、なんかボイス機能とかあったよな、って思って。確かに、あのボイス機能何なんだろうね、喋んないのにね、みたいな。そう、誰も喋らんのに、ある意味なんかあんのかな、っていう話を したのもあった。うん、なんかそういう SE とかがあるんじゃない？みたいなさ。うん。そういうことか。マジのそれやし。うん、おもろかった。一旦ここで終わるか。うん、区切りかな。うん。で、また次回じゃあストーリーチャートから進めていきましょう。進めていこう。陽子さんが生きるかもしれんルートなんかな。うん、助かってほしいよね、うん。それを使わなければいいっていうのと、あと気になるのは、うん、沖江翔吾が殺したのは二人やったっていうのが、うん、なんかすっきりせえへんところかな。ね、しかも何この、あ、こっちにも行けるじゃん。お、あ、え、沖江翔吾ルートとか他に下にもなんかありそうだから、他の人ルートがあるかもしれないね、これね。あるかもしれんな。うわ、それも楽しそう。楽しみー。you